警視庁機動隊関越式で更新する機動隊。警視庁警備部は警視庁の内部組織の一、警備警察のうち集団警備力及び災害対策を所掌する。警視庁創設当初の警務部から分離独立する形で1949年3月7日に設置された警備交通部が期限となる。その後、1952年4月15日には、 警備交通部をもとに、地域警察、交通警察部門としての警ら交通部と、警備、公安警察部門としての警備第一、第二部に分離再編された。そして1957年3月30日、警備第一部が警備部、警備第二部が公安部と解消した。部隊編成各機動隊は、隊長の下副隊長2名と、隊本部、 中隊によって構成されており、おおむね管区機動隊の代隊に相当する。大本部には、書務担当として書務係、会計係、業務係が、警備担当として警備係、通信係が、特務担当として特務係、騒音取締り係、広報係、技術係、特殊技能係、創車係、整備係の各係が置かれている。隊本部付けは警部。 また各係の主任は警部補が捕食される。1969年の時点では、機関中隊は4個を基本としており、また、大規模警備の際には、特別機動隊2個中隊を追加編入し、計6個中隊を2個大隊に編成して、警備に当たっていた。その後、1991年7月より、試験的に第5中隊が編成された後、 1992年4月1日より、期間中隊は4個から5個に正式に改編された。中隊長には、警部が捕食され、約70名の隊員で構成される。これらの中隊員は3個小隊に編成されており、これが各種任務での行動単位となることが多い。小隊長は、警部補、小隊員は22から24名程度で、伝令、 通信種のほか3個分隊に編成されている。分隊長は巡査部長、分隊員は6から7名程度で、さらにその下に組長が配される。2000年代初頭の時点で統括隊である第一機動隊は336名、その他特化車両隊までの各隊は約320名体制となっている。特殊技能部隊と 多角的運用部隊緊急時初動対応部隊、爆発物処理班科学防護部隊警視庁機動隊のすべての小隊には特殊技能部隊、または多角的運用部隊としての機能が与えられている。震災時の警備や災害対策を所証する。もともとは専属の実動部隊は持たず、必要に応じて機動救助隊など機動隊に所属する救助部隊の統括運用を行っていたが、 東日本大震災を契機として2012年9月に特殊救助隊が編成された。また2013年1月には公式ツイッターを開設し防災に関するアイデアなどを発信することで人気を博した。特殊救助隊特殊救助隊上記の通り東日本大震災を契機として日本の警察で 初めての災害専門の部隊として2012年9月に設置されたのが特殊救助隊である。機動救助隊よりもさらに高度な救出救助の技術を持った専門部隊であり、東京消防庁などのハイパーレスキューの警察版とも称される。災害時に地上の交通が麻痺することを想定し、警視庁航空隊と連携して展開できるよう、 東京都立川市緑町の警視庁多摩総合庁舎を活動拠点としており参考体制で即応体制を維持している。都内に限らず広域緊急援助隊として日本各地、また国際警察緊急援助隊として海外にも派遣される。普段は訓練を行いつつ、軌道救助隊や大規模災害時に軌道対応 B を中心に 各警察署職員により編成される災害活動隊の技術指導にあたり、警視庁全体の救助技術の向上を図る役割も担う。また救出救助技能指導者実務研修として他の道府県警察からの研修も受け入れている。隊員の制服には素早さ、しなやかさを象徴する黒表のワッペンが付されている。装備としてはレスキュー車のほか、各種重機、 生存者探知センサー、心電図を表示する機器などがあるほか、隊員のヘルメットには小型カメラが装備されており、警視庁本部や遠隔地へ救助の様子をリアルタイムで送信できる。ありがとうございます。